体感式の歌作品184は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲したワルツ。なお、弟のヨーゼフ・シュトラウスも、1867年に、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ1世が、ハンガリー国王として体感したことを祝って、クロラングスリーダーという全く同名のワルツを作曲しているが、こちらは体感の歌として区別される。 ロシア皇帝アレクサンドル2世の大冠式1856年、オーストリアの音楽家、ヨハン・シュトラウス2世は、ロシア帝国の鉄道会社と契約を結び、夏のシーズンにはパブロフスク駅舎で演奏会を指揮するようになった。この公演のためにパブロフスクを訪れたヨハン2世を、ロシア皇室は盛大にもてなした。時の皇帝アレクサンドル2世は、 1855年に、父ミカド・ニコライ一世の後を継いで即位したが、クリミア戦争のせいで、大冠式は延期となっていた。1856年9月7日、モスクワで、ようやく大冠式が挙行されることとなり、ヨハン二世もこの大冠式と、祝典行事に招待された。ヨハン二世は、皇帝一家の行為に応えて、大冠式を祝う作品をいくつか作曲した。このワルツ、 大冠式の歌は、アレクサンドルニセイの皇后、マリア・アレクサンドロブナに捧げられた作品である。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は、以下の通りである。ありがとうございます。